イマージュは、カトリーヌ・ロブイコール・グリエが、ジャン・ド・ベールの筆名で1956年に発表した小説。パリを舞台に、主人公・ジャンと、写真家・クレール、その、モデル・アンヌの三人によって展開される、盗作と女性の性を描いた、性愛文学。下記の重賞から構成されている。また、冒頭には、ポーリーヌ・レ・アージュが序文を寄せている。この作品は、 主人公の名前でもあるジャン・ドベールという筆名で発表された。王女の物語の発表から間もなかったため、正体が誰であるか議論を呼んだ。評論家、ジャン・ポーラン、王女の物語の作者レアージュ、その他フランス文団の大物の名前が挙げられた。後に発表後に小説家、アランド・ブイコール・グリエと結婚した女優、カトリーヌ・ロ・ブィコール・グリエの作であることが明かされた。 1975年にイメージの台で映画化された。89分、監督はラドリー・メツガー。原作に沿った重所から構成される。日本では、1967年に坂木原構造役で講談社より出版された。その後、行方道、伊藤久子の訳も出ている。また、1973年に牧新社出版から出た、番は、 役者名が伏せられていた。当初は肉体の映像の放題であったが、以降のわけでは、現代通りのイマージュ、あるいはイマージュ完備なる映像となった。1970年代までは作者名の表記はジャンドベルグであった。ありがとうございます。